皆さん、こんにちは。東京貿易テクノシステムの真田と申します。こちらのセクションではですね、世界初、60メーターの大型の高構造物ですね、を一人で、しかも簡単に、計測ができると、高精度に計測ができる、わけとはということで、去年ですね、出ました、ライカ社製ですね、新しいレーザートラッカーになります。ATS600 ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。はい。で、その前にですね、そもそもレーザートラッカーとは何ぞやというところで、一般的なレーザートラッカーの、簡単なご説明をします。本体からレーザーが出てます。で、受けて、今、丸いボールみたいなものがあるかと思うんですが、これリフレクターになります。こちらにレーザーを当てて、ボールの中心位置ですね、の座標値 XYZ を取るというのが一般的なレーザートラッカーになります。じゃあ、ライカのレーザートラッカーとは、ということで、幅広いところで使われています。重工業関係であるとか、航空宇宙、自動車、鉄道、造船で、最近はですね、橋梁、あと建設、そういったところまで使われるようになってきております。大きな特徴としては、大きなものを精度よく計測するというのが1点で、ライカのレーザートラッカー自体は、いろんなところで使われているということは汎用性があります。単純な寸法計測だけではなくて、形状ですね、形状を計測する。で、検査だけではなくて、組み立て、組み付けですね、設備を組み立てる、組み付ける、事業を組み立てる、そういったところの計測で、当然、大型設備を入れた後のメンテナンスなどなどですね。で、かつ、マニュアル計測だけではなくて、自動計測ですね。自動化まで対応ができるというのが、ライカのレーザートラッカーになります。で、レーザートラッカー自体はですね、大きく分けて2つあります。AT シリーズというものと、で、今回、ご紹介する ATS の600ですね。世界初のスキャニングレーザートラッカーという形のものになります。はい。じゃあ、どんなものかと言いますと、レーザートラッカーなので、リフレクターですね。計測、もちろんできます。リフレクターを使って計測をすると。で、今、ちょっとご覧いただければと思いますが、もう、ないです。ツールないです。直接レーザーを当てて計測をしています。で、1秒間に1000ポイント計測ができます。で、この点群を使って、形状ですね。形状を見るということもできます。で、当然、レーザートラッカーなので、形状だけではなくて、ポイントですね。リフレクターで取るポイントだけではなくて、直接レーザー当てるという形で、ポイントの計測も可能な、世界初のスキャニングレーザートラッカーになります。システム自体はですね、もうこれで完結しています。三脚に本体ですね、あとコントローラー。で、こちらの方はですね、バッテリーを取り付けています。もちろん、電源も可能なんですが、これだけです。で、いわゆる計測用のそのソフトウェアとは、Wi-Fi ですね、通信で計測する。もうこれだけですね。電源を入れるだけです。あとは斜めだろうが逆さずり、壁掛け、関係なしで計測ができるという形になります。で、スキャニングの計測ですね。こちらの方はですね、計測レンジは1メーターから60メーターまでです。で、トラッカーなのでくるくる回りますから、直径表記で言うと、120メーターまで計測が可能です。計測の精度的にはですね、プラマイ0.3ミリです。で、一応ですね、精度保証をしているというところで言いますと、30メーターまでで、レーザーの入射角ございます。45度までで、プラマイ0.3ミリという形になります。で、もう一つ、リフレクター計測ですね。こちらの方はですね、計測レンジ、1メーターが80メーターまでになります。直径でいうと160メーターまで計測ができる。計測の精度はプラマイ15ミクロンプラス、6ミクロンパーメーターですね。ライカのレーザートラッカーのリフレクターの計測の場合は、すべて同じ計測の精度になります。はい。で、計測のマニュアルですね、の計測のソリューションになります。リフレクターの計測ですね。リフレクターを活用して、組み立ての支援、事業の組み立て、設備の設置、プラスしてポンチング、マーキングですね、マーキングをすることが可能になります。で、これが有接触の計測の部分になります。
で、もう一つですね、非接触ですね、の計測になります。当然、その非接触で直接レーザーを当ててポイントを計測するということも可能になります。で、当然先ほどご案内したように、1秒間に最大で1000ポイント取れますので、その点群を使って形状を見るということも可能になります。で、もう一つ大きな特徴が一つあるんですけども、組み立て支援を、リフレクターを使うということは当然できるんですが、リフレクターを使わないで組み立ての支援ですね、位置関係を見たりとかですね、そういったことが可能になります。で、当然その、ライカのレーザートラッカーになりますので、自動化も可能になります。自動計測ですね、こちらの方になりますと、右上のですね、2つあると思うんですが、本体にスライダーですね、ロボットで移動するようなそのスライダーに証拠台をつけて自動計測をしていくとかですね、プラス、AGV ですね、AGV の上にレーザートラッカーを乗せて自動でどんどん計測していくというようなやり方で、下の方ですね、当然リフレクターを使って、組み立てですね、例えば飛行機ドッキングさせるとかですね、そういったことをやる組み立てのシーンですね。で、自動化でもリフレクターレスを使って組み立ての支援をするということが可能になります。こういった形でですね、実際にですね、大きい特徴としてはリフレクターを使わない、ツールを使わないで計測をするということが大きな特徴になります。例えば5メーター上のものをですね、計測するということで、今まで、例えばレーザートラッカーでいうと、リフレクターを使ったりとか、プローブを使ったりするということもありましたが、こちらの方ですと、そういったツールを使わない、直接レーザーを当てて計測する。で、しかも工業用になりますので、精度も非常に高いという形になります。じゃあですね、ここからですね、実際にお客様の、ところにお邪魔してですね、計測をした、実際の計測風景、事例をですね、ご紹介していきたいと思います。北陸ですね、富山県にある、佐藤鉄工株式会社さんですかね、こちらの方で実際にワークを使って計測させていただいたというところでご紹介をしていきたいと思います。